オートレスファンの皆さん、こんばんは。フェルヌマンダです。今年は本当に寒い日が続いています。風邪など体調を崩すことないよう気をつけてください。さて、オートレースは年度末を迎え、新たな試みをはじめニュースが盛りだくさんです。それでは早速こちらのコーナーから。オートレースニュース、最初は2月25日、平成24年オートレース選手表彰式ファン感謝祭が開催されましたので、その模様をご覧ください。ファンの皆さん600名、関係者300名が集まり、平成24年選手表彰式ファン感謝祭が盛大に開催されました。まずは特別賞、多くのメディアに登場し、オートレースの社会的認知度向上に貢献したとして、佐藤麻椰選手が2年連続の受賞、連続無事故回数500回を達成した津波和幸選手、小林慶司選手は史上2人目となる通算150V を達成しての受賞となりました。優秀新人選手賞は中尾隆選手、最優秀新人選手賞は SG 初出場で初優勝を果たし、2級者ながら優勝3回と圧倒的な成績で青山周平選手が受賞しました。優秀選手賞は昨年すべての SG レースで優勝を果たした荒尾聡選手、昨年は記念タイトル4つをはじめ優勝回数11回、高橋貢選手と並ぶ最多優勝となった中村雅人選手、永井大輔選手は史上初となる日本選手権3連覇を達成しての受賞です。そして平成24年最優秀選手賞はオートレースグランプリを優勝、4人目となる SG グランドスラムを達成、スーパースター王座決定戦も制し、 SG 通算優勝回数を20回とした高橋貢選手が特別賞と合わせてのダブル受賞となりました。ファン投票によるオートレースベストマッチオブザイヤー2012が発表、 SG 第27回スーパースター王座決定戦に決定。特別賞 MVP に続き高橋貢選手が受賞されました。受賞された選手の皆さん、改めておめでとうございます。オートレースニュース、続いては平成25年度前期適用ランクが決定、級別の選手数及び斡旋日数の改正が行われましたのでお知らせします。全国ランク上位10名はご覧の通りです。昨年の大活躍が記憶に残る高橋貢選手が2期ぶり14度目となるナンバーワンとなりました。また4月1日より級別選手数と斡旋日数の改正が行われます。具体的にはこれまで96名だった S 級選手数を半分の48名とする、プレミアムカップを SG と同様に規定斡旋日数の外枠とする、G1 出場選手最下位順位を引き上げます。今まで以上に成績が求められる中で選手間の競争意欲が高まり、より熱いレースが実現することを期待したいと思います。オートレースニュース、最後は任天堂 3DS ソフト、みんなでオートレース 3D が発売されました。今回はその中身についてご紹介したいと思います。伊勢崎オートでおなじみの川上彩香さんにレポートをお願いしましたのでご覧ください。お久しぶりです、川上リポート。開発者の方にお話を伺います。川上レポート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 。あなたが史上初のオートレースゲームを作った開発者の方ですか？はい、私がインターグルの高橋と申します。どんな内容ですか？オートレースのレーサーとなってレースを勝ち上がっていくレーサーモードと、実際に今行われているレースに投票できる予想しモードの2つから成り立っています。では早速私も体験させていただきます。では高橋さん、実際に私をレーサーにしてください。はい、わかりました。 K アタックセア 500? 2級車から始めるんですか？マシンのパーツを、購入したり変更したりすることができます。パーツはフレーム、タイヤ、キャブレーター、クランクの4種類から選びます。
えばタイヤですけれども、はい、晴れタイヤ、雨タイヤです、ね、あ、雨タイヤもあるんですね。そうです。注意点としてパーツ壊れてしまいますって。え、実際の競走車と同じじゃないですか。スピード勝負、初出走ですからね。はい、スタートいったるで。よし、いった。離して、あ、離して、ゲージが出てきます。立ち上がり、はい、あれ、あ、早すぎた、あ、早すぎたって言ってる間に、あ、早すぎたよ。くぅ、なんかもうぶっちぎりの発着。もう一回やりたい、やりたい。ゼロと20の戦い、はい、いけ。おー、トップスタート、白が来る。あ、騒がれた。落ち着いて。はい、いけ、はい、あー、追いつかない、また騒がれた。いいですよ、OK、さばいた、内からさばいた、前を追いつけ。あ、さばけ、よし、あと直線、あと直線、あ、やばいやばいやばい、よし、やりました。これまだ C 級なんですよ。そうでした、まだ2級車でした。そうなんです。でもこの1着の喜び、快感です。実際のレースを、インターネットに取り込んで予想するという流れになっております。はい、実予想レース、今日は飯塚の方から。そうですね、選んでみましょう。あ、上の画面の方に、あ、思想もパッと出てるんですね。もう、そうです、で晴れ専門の安吉さん、86勝負師川上、予想に入ります。8567、7はどうしたんだ。7は5番車です。重富大輔でチェッカーがおります。あー、サンプティも買っとけばよかった。史上初のオートレースゲーム、リアルで奥が深い。私もすっかりオートレーサーの気分です。スーパースター王座決定戦まで頑張りましょう。みんなでオートレース 3D はオートレースグッズモール、みんなでオートレースモールにて絶賛発売中です。続いてはこちらです。グレードレースウィナーレポートのコーナー。まず最初は船橋オートで開催されたヤマダ電機杯SG 第26回全日本選抜オートレース優勝戦です。激戦となった準決勝戦を勝ち抜いたのは7名が SG 優勝経験者という実力者揃い。落車の影響が心配された高橋貢選手ですが、そこは絶対王者の貫禄で優勝を果たしました。 SG 第26回全日本選抜オートレース優勝戦、スタートを切りました。先立ちは3番の浦田、スタートを切りました。課題のスタートを決めた。そして高橋も後位の3番手、しかし内側踏ん張った。地元の内山、現在は2番手3番手争い。さあ高橋貢ぐペーサーどうか、この風も味方につけるか。5番の高橋貢ぐ、上州からの風か。さあインコース、もう1回4番の永井がやはり入ってまいりました。永井が先頭再ダッシュ、2番手交代高橋、池田正和が3番手、虎視眈々と3番手につけている。さあファイナルラップに向かいます。永井先頭、さあ高橋が狙えるかどうか。2番手高橋、余力はあるのかどうか。4番長い先頭だ。さあ2番手から高橋がぐぐっと接近する。残すコーナーは2つ、地元の牙城を守れるか。4番長い、2番手高橋、最後の直線コース、長い大輔優勝。一度は高橋選手にトップを奪われるも逆転。レース中盤以降は冷静な走りで長い大輔選手が快走、人気に応え SG9 回目の優勝となりました。三つぐさんのことだから絶対どっかに来るな、でも来てももう一回行こうっていうぐらい、もう、まあ、何しろ必死でしたね本当に。まあ、何しろベストな走りを心がけたんですけど、エンジンも垂れることなく、タイヤも
ちょっと滑ってたんでやっぱ大きなコース走れなかったんですけど、何しろ優勝したかったですね今日は。昨年は辛い時期があっただけに、その笑顔が一段と輝いていました。永井選手、優勝おめでとうございます。グレードレースウィナーレポート、続いては川口オートで開催されたサンケイスポーツ杯 G1 開設60周年記念グランプリレース優勝戦です。シリーズ4連勝、浦田信介選手が完全優勝を狙う中、全日本選抜では一歩及ばず2着となった高橋貢選手が試走トップタイムをマーク。この2車に人気が集中しました。61周年グランプリレース、スタートを切りました。今度は決まりました。誰が行く、岩下が遅れた、外目からは荒尾が行った、やはりスタートは切れている。しかし先行したのは浦田信介、浦田が行きました。浦田がトップスタート、岩下センターが上がってきた、そして池田にチャンス到来。池田が入っていく、一転して戦々恐々となってまいりました。荒尾が2番手、3番手が岩下、長い中村、そして青山周平と次々に船橋からは後輩レーサーが頭角を現します。しかしまだまだ終わっていない。池田正和が先頭だ。2番手が浦田、3番手が荒尾聡、久々に帰ってきた池田正和が優勝だ。人気2車が交代する中、トップに立つと快走、池田正和選手がおよそ3年ぶりとなるグレードレース制覇となりました。朝からちょっとフライング2回やってて、ちょっと厳しいなと思ってたんですけど、やっぱり行きたい気持ちが先走って出ちゃいましたね。タイヤのローテーションがかなり厳しくて大変でした。そうですね、お客さんの声援がいっぱいあったんで嬉しかったです。今月40歳になりましたけど、まだまだ頑張るんで応援してください。復活にはまだまだですとコメントはされていましたが、今後の走りに期待せずにはいられません。池田選手、優勝おめでとうございます。続いてはこちらのコーナーです。ネクストマンスリー G のコーナー、まず一つ目は3月20日から山陽都で開催される特別 G1 共同通信支配プレミアムカップ開催のお知らせです。プレミアムカップ開催期間中は、恒例となった西久保秀幸選手によるコーヒーサービスのほか、さまざまなイベントやプレゼントが予定されています。イベント情報など詳しくは山陽オートオフィシャルサイトにて公開されていますのでご覧ください。ネクストマンスリー G、 続いては3月27日から飯塚オートで開催される FM 福岡杯 G2 ダブルチャンピオンシップ開催のお知らせです。新設されたダブルチャンピオンシップは4日目と5日目を同じ番組で戦うグレードレースです。なおダブルチャンピオンシップ開催中のイベント情報など詳しくはオートレース公式ホームページや飯塚オートオフィシャルサイトにて公開されますのでお楽しみに。続いて今後の開催予定です。グレードレース以外にも各場でレースが開催されています。それぞれの場にてイベントなども予定されていますので、各場のオフィシャルサイトなどをご確認の上、ぜひ本場にお出かけになり、オートレースを存分にお楽しみください。さて、年末にオープンしたオートレース双葉ですが、連日たくさんのお客様にお越しいただいています。2月17日には森且行選手が来場しトークショーを行いました。この日もたくさんのお客様においでいただき大盛況でした。オートレース川鍋とオートレース双葉、2つのオートレース場外車券売り場にぜひお越しください。この後は引き続きオートレースフラッシュ2月号をご覧ください。それではさようなら。